皆さんこんにちは、デイジーネイルです。本日はこちらのジュエリーネイルをセリアジェルと楽天で購入したミラーパウダーを使って作っていきたいと思います。それではどうぞ。セリアジェルのミルキーベージュとホワイト、ニュアンスグレイ、あとのノンワイプトップコートとノンワイプマットコート、あとベースコートを使っていきます。はい、ではまずミルキーベージュとホワイトをパレットの上に出していきます。はい、ではこちらの2色を平筆で混ぜていきます。2色を混ぜるとミルク色になります。ではこちらのお色を塗っていきます。はい、ライトに入れます。はい、では二度塗りしていきます。ラメが入っている新色を使っていきたいと思います。ではこちらのカラーを直接塗ります。大きさや形はお好みです。はい、ではこんな感じでライトに入れます。では次に使うのがこちらのベースコートとノンワイプトップコートを使って線を描いていきたいと思います。本当はノンワイプトップコートで全部やりたいのですが、ちょっと試してみたところ、ベースコートの方が粘度や硬さがあるので、こちらで一旦形や高さをつけて、その上にノンワイプトップコートを乗せていきたいと思います。ではパレットにベースコートを出します。はい、ではこういった細めの筆を使って、先ほどのこの先ほど描いたこのハートの縁の部分を描いていきます。はい、ではもう一度高さをつけていきます。次に先ほど描いた縁から中にノンワイプトップコートを塗っていきます。
はい、では先ほど描いた縁の部分にミラーパウダーをのせていきます。描いた線から内側の部分に塗っていきます。はい、ではライトに入れます。はい、では次にこちらのミラーパウダーをのせていきます。はい、こんな感じです。ではこちらの上にノンワイプトップコートを乗せれば
こちらで完成です。こちらもとっても簡単に可愛いジュエリーネイルを作ることができます。本日も最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録かいいねをよろしくお願いします。